じゃあ、動けなーい。畜生、こんなはずでは。ぐぬぬ、意地でもイベントを出さないつもりですか。仕方ない。こうなったら次の手だ。神鬼になってやる。ふふ、この青鬼オンラインの本社に侵入し、神鬼のデータと僕のデータをすり替えちゃいます。皆さん、先に言っておきますが、これはフィクションです。絶対真似してはいけませんよ。おっと、これが青鬼オンラインのデータが入ってるパソコンかな？よーし、それじゃあ早速改造してっと。おお、青逃げ成功。しかも裏ステージ挑戦もできるみたい。よーし、頑張るぞー。よーな、なんだ？なんだこれはー。僕がー、神だー。じゃあ、お母さん、怖いよー。ちょっと、青鬼お姉さんどういうことですか？うちの子が変なものを見てトラウマになって部屋から出なくなったんですよ。責任取っていただけるんですか？オタクの青鬼お来でうちの息子が泡吹いて倒れたんじゃ。責任は取っていただけるんだろうな。いや、青鬼オンライン。急に集めてしまい申し訳ない。どうやら青鬼オンラインにウイルスが入ってしまったようなんだ。そこで、今からそのウイルスを排除する。いいっすか？